リーダー、ジェレット・フクダの作曲をしたものに、作曲した曲に私があの歌詞を後からつけて、制作した曲でございます。ラ・パリと申します。パリでもう一度あなたに会いたいという副題をつけました。なんかちょっとね、この場にふさわしいかふさわしくないかといえばちょっと悲しい曲なので、悲しいストーリーですので、皆様の心をこう沈めると正解なんで、この場にはふさわしいかふさわしくないかわからないですけど、皆様の心が痛いと思っていただけたら正解だと思っていただきたい曲でございます。特別に加わっていただいております。こちらナレーションの高木直美さんです。よろしくお願いします。ナレーターというか司会者の方、はい、の方に、ナレーションを入れていただきながら、私の歌とそして皆様の素敵な演奏でお楽しみいただきたいと思っております。ラパリ、もう一度あなたに会いたい。パリの郊外に日本人夫婦東堂純也と真澄が暮らしていた。純也はファッションデザイン会社を経営し、真澄はアコーディオニストピアニストの兄の茂とバイオリニストの弟の元国とのユニットコンフィチュール・ド・ペッシェのリーダーとしてフランスを拠点に世界的に活躍をし、互いの夢を支え合える最高のカップルであった。そんなある日、突然彼らに悲しい出来事が起きた。夫の純也は余命宣告をされる病に侵されてしまったのだった。そしてその療養のためにあえなく夫婦で祖国日本へと帰国したのだった。だがしかし、真澄の献身的な介護も虚しく、純也は安らかな顔で永遠の眠りについたのだった。
拾う世界を見ておいで。いつまでも君を見守っているよ。このラストメッセージにもう一度生きる記憶を取り戻し、歌手として再起を果たり、フランスへ戻る決心をしたのだった。お待ちかねだと。